Space Monkeys TV。 おお、いこ。秋なのに背中に桜が咲いているペレです。さあ今日はですね、なんとですねペレのね船に乗ってます。ペレはなんかしゃくってますけど、これなんか今あれですか、なんかエギングしてる感じですか。ペレは季節感がずれています。先輩です。先輩の T シャツは今日はラットセンスですね。お、マニカヤもバシャッと言いましたが、左には和田さんもいます。今日吉明は遠くで釣りをしています。これからですね、11月のね第1週目までね、毎日釣り動画をやろうっていう無謀なことを言ってます。ここはですね、今日終わったらですね遠征に向かうわけですが、日曜日といったらやっぱり恒例のね、こういったあのエンジョイフィッシュ、今日はですねペレの船に乗ってます。ペレさんよろしくお願いします。お願いします。今日狙いのバスは何センチですか？22 細かく刻んできました。今日自分はですねワンタックルっていうところでやっていくんでね、128、まあ、ジョイクロシリーズビッグベイドリームを完結するというところで128ですね。次はそれもやりつつ、まあ基本的にやっぱりエンジョイフィッシングってところでね、釣れる釣りをやるんですが、タックラ1本果たしてどうなるのか、ペレさんよろしくお願いします。よろしく釣らしてください。行ってみましょう。今日のタックルはこちら、もうこれだけしか今ないんですよね。キラーズダブルオーグラウンドトリックと128、いろいろなチューンした今日は128をね、引っ提げてきていますが、まあ、その中でも今日実はハマるんじゃないかっていうのがこれですね。メタルバイブも用意してます。晩春、いや今からにかけてメタルバイブはもうね常備。そして128シリーズのチューンナップを施したやつからもはね、あとはまあやっぱりエンジョイフィッシングってところでもね、まあいろんなルアー取り揃えてますが、基本はこのワンタックルでいきたいと思います。ペレすごいですね。桜吹雪ともうクリスマスからと相反する季節外したような、そんな、状況どうなるのか。あ、ごめんなさい。さあ深いところ行きましょうか。ディープトレーサー128いきます。俺一発目、これちょっと深いですか？3.4 とか。あ、じゃあここ行きますか。じゃあ 3.4 メーターライン、それヘラブナさんがいるからもうちょっと右寄って俺通してみます。深いとこ行ったよ。これもしかしたらロープに引っかかるかもしれないんで、ペレその時あの潜って、やばいとこ投げた今。でもあれだね、ウィードすごいね、やっぱり。ペレ、俺やっちゃったかも、これ。ペレ、これいっちゃったかも、これ。お、ダメだ、ペレ。ペレ、ロープだわ、これ。ペレ、ロープだわ。お、取れた。おー、ロッキー。お、違うわ。釣り糸だ、釣り糸。よしよしよし。もうこれだけ、ちょっと自然に優しく、回収できた。俺もさっき回収したっすよ。よかったよかった。あ、ほんとだ。いや、いいことだね。こういう少しでもあの、帰ってきたね、ボトムとかやって帰ってきた糸はね、回収しましょう。できる限り、釣り人のゴミは釣り人が回収しないとダメだね。そうです。うん、これいいことやった。釣れるかな、今日。そしたら。ご褒美でね。だって怖いからもう俺ディープトレスやめようかな。怖くなってきちゃった。やってて。これ、ピッチングで。よし。入れたよ。この枝を利用するんですよ。こうやって。でかい虫。お、食った食った。今食いましたよ。見ました見ましたよ、今。マジで食いました、今。バコン出ました、今。うん、音は聞こえた。ただね、しっかり食い切れてないです。でかい。今、ルアーがでかいってこと？今、ほらほら、出てる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 。出てる出てる。出ましたね、今ね。でもちょっとまだこれでやってみたい。うん、どうせならそれで釣ってほしいね、うん、たださ、このタックル一本でやりくりするっていうのもまたそれの楽しみで、このなんか限界の軽いやつを投げてみるのも面白いかもね。
やばいよ、俺好きなビーで引っかかった。大丈夫、大丈夫です。ナイスナイスこれで提灯やするかもしれない。スピナベ提灯でもここはいるってことですよ。いいね、バイトしてくれる。あそこもうちょっと、あ、食ってる。ギルはね、ついたよ。ギルはね、うん。こういうほら、ジャゴロケほら、足ピクピクするじゃないですか。なので、ギルつつくんですよね、きっとね。ツーンって。やばいね、足だけ持ってかれる。持ってかれるパターンだね、これは。今のはね、どうやら。あ、ほら、持ってかれてる。ほら。やっぱり、ギルつつきパターン。書いてあったもんね。ギルに足。ギルに足持ってかれるパターンじゃねえかっつってね。ね、これ、持ってかれました。やっぱり。さあ、もう、ゆうまずめですよ。いろいろやってきましたけどね。ラストポイントですよ。今日はでもいっぱいバイト取りましたけど一匹も釣ってないですよ。で、あんだけこのタックルでジャゴロケとかビッグツーウェイとかの提灯パターン一回も乗らず、ラストはここで。ズル引きドカンで128もいいんだけども、今これも良さそう。ペレはバイブレーションですね。お、カメが現れた。本当だ、ギスギカメ。くるくる回る。くるくる回る。くるくる消臭。食った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 。よっしゃ、ジャコロケ食った。やっぱドラマ来た。よっしゃ、ジャコロケ、ジャコロケ強い、ジャコロケ。オッケー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 、イエース。でかいよ、でかいよ、でかいでかいでかい、ジャコロケでかいよ。オッケーオッケーオッケー。はい、見えますか。オーケー、取った取ったー。しゃー、ジャゴロケ来たー、来たー、でかい。ジャゴロケ、いくつ、ペレペレ、チュ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 、ジャゴロケ来たよ。いくつ、おいくつ、さん、おいくつだ、こっからだ。ざっくりばっくりで、あ、51。待って待って待って、口めっちゃ閉じてるから俺ちゃんと測ろう。来たよ。さあ、ジャゴロケゼロばかりの尾開きでギリ50なしか。48 48だね。そうだね、うん、49だね、49、うん、来たよペレ。おお、ペレありがとう。ジャゴロケ釣れた。ペレありがとう。すげえ、来ましたペレ。
どうかー久しぶり、おめでとう、久しぶりでーす。じゃペレ報道します。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。エンジョイフィッシュがガチフィッシュになっちゃった。すげえドラマが起きてます。はい、ジャゴロ系一本の足を取られて、なんかバランス取るためにもう一本取ったんですよ。2本の足のジャゴロ系、これ良かったっすわ。ベレーベレーあれバランスは1本なんか切れてるじゃん。あれどうですかバランス。あ、本当だ、それもやられてたんですね。尻尾の方のね。ねベレ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 、おめでとうございます。ベレありがとう。ベレベレもう一度チェイ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 ベレ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 やったね。チェイ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 ビショビショのぐっちゃぐちゃここらへん。ほらでもいいんですよ、これでいいんですよ。センキュージャゴロケット、やばかった。